皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらの人差し指にニュアンスネイルで検索するとよく目にするウェーブ状のデザイン、波みたいなデザインをちょっと作ってみたいと思います。では始めていきます。あらかじめベースは塗ってあります。ではまずはじめにこちらのマットコートを塗っていきます。ではライトに入れます。ではこちらを一回拭き取ります。マットな素材感になりました。この上にデザインを描いていきます。使っていくのはこちらの固めなジェルを使っていきます。流れないように私はベースをマットコートにしているのいるんですけれども、さらに流れないように固めのジェルで描いていきます。では一回ライトに入れます。ではこちらの上にもう一度乗せていきます。高さを作る感じに乗せていきます。ではこちらをライトに入れていきます。次に使うのがこちらのクローから出ているクロムパウダーのシルバーになります。私はこれしか持っていないので、このシルバーの色を使ってピンクシルバーだったりゴールドを作るときは黄色のジェルを使ったりして作ってます。今回はピンクシルバーにしたいので、こちらの色をちょっと塗ってからこちらのシルバーをかけていきたいと思います。ではこちらに色を塗っていきます。凹凸をなくさないようにジェルを取り除きながら塗っていきます。
ちょっと叩きながら塗ると塗りやすいかもしれないですね。薄く薄く塗っていきます。ではこちらをライトに入れていきます。ではこちらの上にプリジェルから出ているキャンジェルのノンワイプジェルをのせていきます。こちらも溝に埋まらないように取り除きながら塗っていきます。たっぷり塗ってしまうと先ほどこのウェーブの高さをつけた意味がなくなってしまうので気をつけながら塗っていきます。ではこちらをライトに入れます。こちらのクロムパウダーのシルバーを塗っていきます。こちらに使用するのは100円均一で売られているこちらのアイシャドウチップを使って塗っていきます。では塗っていきます。ピンクの上に塗ると可愛いシルバーピンクの色に仕上がります。でこちらの上に先ほど使ったノンワイプジェルで仕上げていきます。ではライトに入れます。ではこちらを拭き取っていきます。こんな感じに仕上がりました。こちらのクロムパウダーシルバー一つあればベースを変えるだけでいろんな色合いができるので結構楽しめると思います。皆さんもぜひ試してみてください。